今回もですね、昔僕が自転車の旅をした時にですね、撮った動画と写真を使って YouTube の動画を作っていこうと思っております。今回の旅はですね、ターゲット層がありますよ。奥多摩、東京都の西の奥多摩から自転車でスタートしまして、埼玉県の狭山を目指しますよ。第5週の旅でございます。その時撮ったカメラの映像を見てもらっておりますよ。ここはおそらくね、奥多摩の駅でしょうね。2012年7月19日の旅でございます。奥多摩駅に着いたところの写真を見てもらってますよ。ここに来るのは自転車旅では2回目でございますね。ご覧のようなところを通って旅をしますよ。青梅市も通りますね。ここはまだ奥多摩駅の前でございます。そして羽村市、西多摩郡とかを通っていきますよ。そして埼玉県に入って入間市とかを通っていきますよ。ご覧のようなところも通っていきますよ。奥多摩駅から自転車に乗って東に進んでいきます。緑の美しい季節でございますね。白丸駅の近くを通っていきますね。山と山に挟まれた谷、そんなところを通っていきますよ。高いところに青梅線の線路があったり、美しい緑の景色の中、自転車旅が始まります。今見ていただいているのは写真ですけども、この後ビデオもございます。トンネルも抜けて自転車旅は続きます。鳩ノース駅近くでございますね。そしてこの写真はね、埼玉県の入間市に着いて電車で帰るところの写真でございます。この後その間の区間のビデオの映像を見ていただきますよ。このオレンジ色のラインに沿って今回自転車旅をしておりますよ。羽村市とかね、通っていきますね。ではビデオの映像を見ていただきましょう。奥多摩近くの映像でございます。新緑が美しい季節でございます。緑が青青しておりますね。こんな景色の中、僕は自転車旅を始めました。人が住む家もたくさん建っておりますね。畑もある。とても美しいところだと思いますよ。川の流れも清らかで気持ちがいいですね。車の数も結構多い気がしますね。こういう神社を見かけると、ついついカメラを向けてしまいたくなりますね。JR の駅ですね。宮の平って書いてありましたね。読み方はそれで合ってるでしょうか。単線のレールでございます。
だんだんと景色が栄えてきましたね。と思ったらこんな道も通っていく、いきますね。本当に美しい季節ですね。自転車日和でございます。なんかね、こういうね、歴史を感じさせるものを見つけるとね、ついついカメラで撮ってしまいたくなりますね。詳しくないのでね、多くを語ることはできませんけどね。おお、川の中に魚が見えますね。とても美しいですね。きれいな水なんですね。青梅線でございます。中央線と同じ車両ですね。東京駅からつながってる、そんな感じがします。新宿まで45キロということですね。記憶が正しければここら辺が青梅とか羽村とかそういった感じだと思いますね。青梅線が走っていきますね。青梅線沿いに自転車で進んでいきます。しばらく こういう映像を入れておけば見る人増えてくれないかななんて思ってるんですけどね。やっぱり動画のね、作るのはね、僕はね、苦手ですね。みんなのようにうまくはいきません。まあ、素人ですからね。畑が広がっておりますね。住宅もポツポツと存在しております。激しいカメラワークでごめんなさいね。ごめんなさいね。画面がフラフラして見にくくてごめんなさい。とにかくね、カメラでね、いろんな景色を撮っていこうという、そういう考えでね、ちょっとずつ撮っているんですよね。見苦しいですよね。こんなに急いでターンしちゃってね。教会があったんですよね。確かね、記憶ではね、
八甲線とかね、近くに走っていたような気がするんですけどね。何気ない景色を過ぎていきますよ、自転車でね。住宅もここら辺は多いですね。川も流れております。おそらくね、この辺もね、八甲線のね、沿線の近くだったという記憶がうっすらと残っておりますね。この辺からね、東の方にね、西武池袋線沿いに進んでいったんじゃないかなっていうふうに思いますね。飯能までは行かずに手前で東の方に進んだ記憶がありますね。そして武蔵藤沢という駅から電車に乗って帰ってきましたね。というわけですね、奥多摩の駅からスタートして青梅市を通ってで、羽村市とかね、そういうところを通って入間市までやってきましたよ。今のところ東京都はこんな感じで旅をしております。神奈川県内もこんな感じで今のところ旅をしております。そして埼玉県もこんな感じで今は旅をしておりますよ。そして静岡県と愛知県も今のところ旅をしております。第1周目が12まで進んで、第2周目が29まで進んで、そして3周目が49、そして4周目が86、そして今やっているのが5周目でございます。そして6周目もちょっとだけ旅をしておりますね。そういう感じでございます。噂の一晩、単なる一晩、噂の一晩、ケチャップおじさん。今回も自己紹介がてら、僕が昔書いたブログを紹介いたしましょう。気になった方は検索してみてくださいね。ここ入手っていうのが僕でございます。変なこと書いておりますね。何が言いたいんでしょうかね。わけわかんないですね。何を書いているんでしょうか。勝手にすればいいじゃないですかね。てな感じで、今日も僕の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。エンディングですね。詩を紹介いたしましょう。この写真を見て書いた詩でございますね。ナレーション的にさようなら。